こんにちは、猫じいです。今回は基地に攻め込んでみたいと思います。はい、敵の基地になります。敵の基地の中で弱いのが何か所かありまして、まずここね、 J8 の基地、それと J11 の基地、これもですね、K5 の基地、ちょっと H5 はまだ確認しないですけれども、少なくともその3箇所は、兵士が弱いのでね、うまくやれば弓矢でもなんとかなります。結構いいアイテムがありますんで、やっぱりね、基地は狙えるんだったらとっとと狙いたいところですね。まあ、見分け方としては、空に兵が飛んでないか。空に兵士が飛んでいる基地は強いです。この人ね、すごい、ロケラン撃ってくるんで、うぃ！撃っていきましょう。あら、一発で二人倒れた。一石二鳥。この辺にはいないの。でね、こういう建物の裏側にね、結構民間人がいるんで、ロケランちゃんそこにもいるんだ。見えないんだよ君。出てきなさい。ねえ、行かないこと。基地なんで結構ね、落とすものもいいものを持ってます。どっから撃つ？ん？チューンって言ったけど、来た。この制服ちょっとかっこいいんですよね。敵軍ながら。ああ、ロケランに民間人がやられてる。兵士の数はね、結構多いです。見た目よりたくさん歩いてます。で、民間人もそこそこいるんでね、全部の人数としては結構多いですよ。今一撃で倒してますけど、これを弓でやったりね、最初のあの簡単なフィナージュみたいなのでやったりするんで、こっちはね、おまけ倉庫なんですね。で、あれもおまけだな。なると、本命はあれですね。あの、大きな建物。あれが本命で、こっちがサブになりますね。
りか全部終わってるから。君射程長いね。回復しときましょうか。リンクしなくってこの強さですからね。があります。結構いいもの入ってること多いんですが、今回はちょっと外れかな。手榴弾そんなに欲しくないですよね。それと こっちもねちっちゃい層、ここも一番奥に箱があります。ここはね、見回りの兵士がうろうろしてるんで。みんかんじんさん、こんにちは。こっちはね、サブ倉庫です。よいしょ。ここもね、割といいものが入ってる箱。微妙で、最後に本命いきます。ここ中から NPC 出てくることあるんで用心してください。多分全部倒し終わってるからいないでしょう。で、設計図箱は、まあ鉄のナイフ出ればちょっと嬉しいかも。木製のシューズの企業品質も多分この段階ではいいですよね。で、はい、最後の本命、どこだ、この緑の箱、これがね、炭素繊維軍用箱セット。微妙。ただ放熱網、ちょっと涼しくなる網、暑いところ行くにはね、砂漠行くにはまあいいのかもしれないという感じで、今回は鋼の石弓のレシピが2枚、木製のシューズの金色品質のサンダル、手榴弾、鉄の矛が3つ、木の石弓の現物が1つ。だいぶ外れでしたね。これ運がいいと汎用ライフルだとか、同じくボルトライフルの民兵とか、ショットガンのハヤブサとかね、その辺が出ることもありますんで、いけそうであれば頑張って通ってみるのもありだと思います。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。